アックスマイナス 7426KH4 を着剣するソ連海軍不評 AKK アサルトライフルの銃剣はソ連ロシアの AKK アサルトライフルシリーズに用いられる銃剣のことである。これらの銃剣はいずれもステンレススチール製のブレードを持つナイフ型のもので着剣すると刃が上向きになる。特に赤無用以降の銃剣は多機能銃剣の元祖といえ、 そのコンセプトは後に開発された米軍の M 9にも採用されているほか、ドイツのアックコンバットナイフもこれらによく似た形と機能を持っているなど、各国に与えた影響は決して小さくない。非常に柔らかい鋼材で製作されており、それぞれにはグラオによる登録番号が付与されている。同国の狙撃銃である SVD にも着見装置が付いており、 AK 用の銃剣を着剣できる。また、6KH には不明だが、6KH3,6KH4,6KH5 は両刃ではなく片刃のエッジを持っている。AK シリーズのアサルトライフルが世界各地で使われているのと同様に、AK 用銃剣も AK を使用しているいくつかの国々で使われている。そして、ライセンス生産の AK がソ連ロシア製と、 多少異なっているのと同じように一部のものもまた違う特徴を見ることができる。6 k h, 6 k h 2十剣 6KH2AK-473 型用の銃剣。SVT-40 に使用されていた M1940 銃剣を改良したナイフ型銃剣で、1953から1959年まで、ソ連のウドムルト共和国にあるイジェフスク造兵省で製造された。 200mm の刃渡りを持つ。銃本体には銃剣取り付け用のラグがないため、マズルプロテクターの段差と、バレルを利用して固定する。上が 6KH3 銃剣 6KH3 アカム、用の銃剣で、蒸気のグラオコードのほかモデル59、アカムタイパイなどと呼ばれる。 1959から1960年代後期のいずれかの時期にイジェフスク造兵賞で製造されたクリップポイント形状のブレードを持つ前述の通り多機能重剣の走りといえるモデルでバック層や鞘と組み合わせて使用するワイヤーカッターを持つオレンジ色のベークライト製グリップを持ち鞘は鉄製でゴムのグリップが巻かれている 146mm の刃渡りを持つ。6KH4 重剣 6KH4 の着剣装置3つの部品からなる 6KH4 アカム、AK-74 用の重剣で、モデル74、アカムタイプとも呼ばれる。1960年代後期 -1983 年まで製造された。このモデルは、イジェフスク造兵省だけでなく、 ツーラ造幣商でも製造されていた。両者を見分ける方法は、グリップや鞘にある造幣商のマークの形で、型の中にが入ったマークが、イジェフスク製、型の中にが、ツーラ製である。オレンジ色のベイクライト製グリップ、バック層付きクリップポイントのブレード形状など6、KH3 と多くの共通点を持っているが、いくつか異なる点がある。 まず分かりやすいのが鞘で、6KH3 では、鉄製で、ゴムグリップが巻かれていたが、6KH4 では、先端のワイヤーカッター部分以外は、グリップと同じオレンジ色のベークライトで覆われている。また、6KH3 では、グリップ後端が一体構造であったが、6KH4 では、グリップ後端の着検装置がネジで外れるようになっている。 着検装置の形状も 6KH3 では重心側へカーブしていたが、6KH4 では直線的なデザインになっている。146mm の刃渡りを持つ。6KH4 は製造期間が長かったため、アフガニスタン侵攻、チェチン紛争だけでなく南オセチア紛争と、現在のロシア軍でも使用されているのが確認できる。 6 k h 5銃剣を装着した AK-74 と X-746KH5 原用の AK-74、AK-74M 用銃剣で、モデル83とも呼ばれる。本モデルは 6KH4 の後継モデルで、1983年からイジェフスク造兵ヘで製造が開始された。バック層付きのスピアーポイントのブレード。 滑り止めが施されたポリマー製、グリップ、プラスチックで覆われた鞘を持つ。機能は 6KH3 や 6KH4 に準ずる。プラスチック部品の成型色は焦げ茶色。1 5 9ト、mm、ルの刃渡りを持つ。6KH5 はロシア軍の現用重建で、古くはソ連時代のアフガニスタン侵攻時の写真の中で、 大半の兵士が 6KH4 を傾向する中、一部の兵士が 6KH5 と見られるものを傾向しているのが確認できる。AK-74M 用の銃剣としても引き続き採用され、その際にプラスチック部品の成形色が黒色となった。近年、多くのロシア軍兵士が傾向する姿を確認できるが、 完全に更新しているわけではないようで、一部では 6KH4 の傾向が見られる。6KH4 重剣を用いてのワイヤーカッターエッジを手前側にして、ブレードの穴を鞘の先端の金具にはめ込むブレードの背と金具の間に切断したいものを通し、ハサミを使う要領で切断する。前述の通り、本国製以外の AK 用重剣は国によって、 細かい部分で差異が見られることがある。例えば、北朝鮮製では 6KH2 をそのまま、クリップポイントにしたような銃剣が赤無用として使用されており、東ドイツ製やポーランド製の 6KH4、銃剣は、ほぼ、ソ連規格とほぼ同一のように見えるが、バック層が省かれている。このような特徴はこれだけでなく、他にもまだあるが、ここでは割愛する。 各国で、本国製との違いが見られる一方、ブルガリアの 6KH5 のように国印の違いなどごく、細かい点を除いて、ソ連規格と同一のものが製造されている例もある。ドイツ連邦軍の現行主力小銃である H&KG36 に着見できるようにするには、マズルリングと一体化したヒルト部分を取り外し、 G36 に適合する部品と付け替える必要がある。アリーが1、1コンバットセッツ AK-74 ベイオネッツとして、ゴムジンのプラモデルを販売していた。もともとは、LS 社が生産していたが倒産したため、アリーに金型が引き継がれた。現在は、廃盤となっている。このプラモデルは 6KH4 に近いが、サヤは 6KH4 でなく 6KH3 のもので、 黒い鞘にゴムグリップを巻いたものとなっており、セレーションもない。この組み合わせは、本国版のものでなく、ポーランドで生産されたものに告示している。ありがとうございます。